皆さんこんにちは、レーシングドライバーの広川和樹です。今回の動画ではですね、千葉県にありますミニサーキット成田モーターランドさん、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。成田モーターランドさんね、非常に歴史の長いサーキットになってまして、昭和54年から創業されている由緒正しきサーキットさんですね。もともとはね、レーシングカートですとか、まあ、バイク、そういったねカテゴリーのサーキットとして営業されてたそうなんですけども、まあね、もうずいぶん前からですけども、四輪普通の自動車のねスポーツ走行なんかもやるようになってまして、こちらがね他のサーキットとは違った魅力のあるサーキットとなっております。ではね、どういったところが魅力なのかと言いますと、まあ、他のサーキットさんと違ってね、もともと元カートコースだっていうこともあって、非常にねスピードレンジが低い、タイトなコーナーが連続したコースになってます。なんでね、本当に走ってる感覚としては、一応コースをねもちろん走っていくんですけども、パイロンのね間を縫って走っていくようなジムカーナ、こういった競技にね近いような雰囲気のあるコースとなっております。で、本当にねストレートも短いので、車によってはね2速だけで走れてしまうようなコースになってます。まあ、なんかねシフトも操作しないで大丈夫なちっちゃいサーキットって聞くと面白くなさそうな感じになってしまうんですけども、いやいやそんなことはなくてですね、これがね逆にシフト操作とかに気を取られなくて、純粋にね低速域とかからのターン、ブレーキの荷重移動、アクセルワーク、ステアリング操作、そういったね基礎動作の練習をするにはうってつけのサーキットになっているので、ぜひね行ったことがないっていう方は、で、そういったね、基礎の練習をしたいっていう方は、一度足を運んでみていただければと思います。それにね、このサーキットの、最大の魅力は、1台ずつ走るっていうところなんですよね。普通のサーキットのスポーツ走行ですと、同じ枠の中にね、何台も走ってて、周りのね、車を気にしながら走らなきゃいけないんで、どうしてもね、慣れてない方とかだと周りを気にしたりして、まあ、自分の練習に集中できなかったりですとか、逆にね自分のことに集中しすぎてしまって周りとのねアクシデントが起きてしまうっていうリスクがあるんですけども、成田モーターランドさん、そういった危険性がないサーキットになってますんで、思う存分ね一人の走りに集中していただけるっていうのは非常に大きな魅力かと思います。そしてね、あとは走行料金なんかも非常に安いので、他に比べると、そういった意味でもね、車のちょっとしたテストがしたいですとか、練習がしたいっていう方には非常に最適のサーキットとなっております。それではね、喋ってばかりだとなかなか分かりづらいと思いますので、車載動画、こちらちょっとね前の映像なんですけどもありますんで見ていただきたいと思います。はい、それではですね、こちらパドックピットエリアからですねスタートしてコースの入り口に向かっていきます。面白いことにね、こちらの成田モーターランドさん、右回りと左回り両方ね営業してる時があるんですよ。営業日によって右回りの日があったり左回りの日があったりっていうことらしいんですよね。で、今回は、より右回りの走行の動画となります。ピットから出ましたら内周ちょっと回って最終コーナーから全開で立ち上がってきて、早速計測スタートっていう形になりますね。で、こちら1台ずつ走っていくようなサーキットさんになるんで、基本的には2周計測をしたらコースから出て次の方にコースを譲るっていう形になってます。なんでね、コース上前の車が走行していましたら、先ほどのスタートエリアで待機をして前の車がねコースから出てからコースにするっていう形になります。でね、ご覧いただいて分かる通り、タイトコーナーの連続、そしてね G が残るようなコーナーの連続になるんで、結構ね車を動かす練習にはうってつけかと思います。そしてね、あんまり壁が近いようなポイントっていうのもないので、万が一ねコースから出てしまった時なんかも、まあ、車を壊すリスクっていうのはねかなり他のサーキットに比べると少ないんじゃないかなと思います。で、2速が主体なんですけども、結構ね今みたいに1コーナーなんか速度も乗りますので、そういったところではねある程度の速度からのコーナリングっていう練習もできるかと思うんで、まあ、非常にね本当に基礎練習を積むのにはベストなサーキットかと思います。でね、本当今回は自分ロードスターで走ってますけども、ロードスターみたいなね軽くてパワーのない車とかでもねガンガンにアクセル踏んで走れるんで、非常にね面白いサーキットになってるかと思います。
でこのような形で、今計測2周目ですけども、2周目が終わったらホームストレートを抜けてタイムが切られたという形になったら1コーナーの手前でコースからピットに戻るという形になっています。はい、実際にそれでは走行動画をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。非常にね、タイトなコーナーが続いてて、なかなかね、ステアリング操作、そして車の動かし方っていうところではね、技術がいるサーキットだっていうのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。でね、こちらのサーキットのまた面白いところが、同乗者の同乗が OK っていうところなんですよね。もちろん誓約書とか書いたり必要はあるんですけども、なかなかね、他のサーキットさんで、助手席に他の方を乗せて走れる場所っていうのはね、もうほぼない、ないですよね。走行会とかでね、我々インストラクターが乗ってっていうのはありますけども、一般の方でもそうやって同乗者をスポーツ走行で貸し切りじゃない時に乗せて走れるっていうのは、まあね、ほぼないと思うんで、そういった意味でもね、まあこれからサーキットとかモータースポーツに関わっていきたいとかっていう人のね、取っかかりとして経験者の方がそこに連れて行って体感してもらうっていうやり方なんかもできますし、まあ普段ね、なかなかサーキット走行に連れて行かない、まあ、奥さんですとか恋人の方とかね、そういうあんまり車に興味がない方とかもね、実際に連れて乗って行ってもらって、なかなかね、普段はそういうのを体感しない人たちにも一緒になってね、楽しんでいただけるっていうことができるね、そういった面でもね、非常に魅力的なサーキットさんになってるかと思います。なんでね、ぜひね、自分なんかもね、いろいろ機会があったらね、いろんな方をこちら、慣れたモータルランドさん連れて行って、同乗していただいてね、走り方のレクチャーですとか、まあね、スポーツ走行の楽しみなんていうのもね、味わってもらえるような機会が作れたらいいなと思っております。それでは、今回の動画もご視聴ありがとうございました。今回はね、慣れたモータルランドさんのご紹介という形でした。まあ、紹介しといてあれなんですけどもね、自分もここ何年かもう行けてないような形なんで、せっかくね、こうやって紹介するっていうことをやったんで、ぜひね、また改めて成田モーターランドさん走りに行って、いろんな動画撮ったりですとか、やっていきたいなと思います。やっぱりね、走行動画がないとドラテクの説明なんかもしづらいんで、そういう形でね、いろんなとこに出向いて、バンバンドラテクの動画も走行動画撮りながらやっていきたいと思います。それでは、こちらのチャンネルですね、こういった形で普段もドラテクのお話、サーキットの紹介、そしてね、レーシングドライバーならではのレースの裏話なんかもね、紹介しておりますんで、ぜひね、興味持っていただいた方は、チャンネル登録していただいて、次の動画もご覧いただければと思います。またね、何か、レーシングドライバーに聞きたいよっていうことがある方とか、ドラテクでこういうのを扱ってほしいっていう話がありましたらね、気軽にコメント欄にコメントいただければと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もよろしくお願いいたします。